セントタマニー軍裁判所、コビントンシマディソンビルのチュファンクト川東大、1837年建設、ポンチャートレインコの北岸に立っている、セントタマニー軍は、アメリカ合衆国ルイジアナ州の東部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査で、の人口は23万3740人であり、2000年の19万1268人から22.2%、 増加した。州内でも人口成長率の高い軍の一つである。軍庁所在地はコビントン市であり、同軍で人口最大の町はスライデル市である。セントタマニー軍はニューオーリンズメテリー・ケナー大都市圏に属している。セントタマニー軍はポンチャートレーン湖の北にあるので、ニューオーリンズ大都市圏の中では北岸と呼ばれている。大都市圏の中では 最も裕福な軍であり、公立学校の仕組みがあり、政治的には保守的と見られている。2007年に出版された、ムーンハンドブックスニューオーリンズ、ケイジャンの国と川の道路などでは、ニューオーリンズ市の近くに住みたいが、市内には住みたくない人々が、セントタマニー軍の人口を増やしている、可能性があると言っている。1699年、フランス人探検家、 ピエールルモワン・ディーバービルが現在のセントタマニー郡となった地域を初めて訪れたヨーロッパ人となった。ディーバービルはその日誌に私がいる場所はこれまで見た中でも美しいところであり、草のない良い土地である。湖の北には松の木に後期が混じった森林である。土壌は砂が多く、バッファローや鹿の群れが見られると記した。この地域には昔、 多くのインディアン部族が住んでおり、例えばコラピサ族、バイユーコーラ族、地下層族、ビロクシ族、直頭族、ペンサコーラ族などだった。ただし、フレデリック・エス・エリスは、その著作、セント・タマニー軍、ロートル・コテ・デュラクで、地域でも著名な直頭族は、ヨーロッパ人が入り始めた後でこの地域に入って、来たと主張している。フランスが、 ニューオーリンズの町を設立し発展させた後で、フランス人がこの地域に入り始めた。主要な産業は、森林から作られるピッチ、タール、テレビン油及び天然樹脂の製造だった。フレンチ・インディアン戦争で、フランスが敗れた後、セントタマニー軍をはじめフロリダ軍部の地域は、イギリス領西フロリダの一部になった。イギリスがアメリカ独立戦争で敗れた後は、 イギリス続いてスペインが西フロリダを統治した。この西フロリダの時代に13植民地での迫害を逃れようとしたイギリス人ロイヤリストを多く集めた。その後1810年に西フロリダ革命が起こり90日間続いた西フロリダ共和国の後でこの地域はアメリカ合衆国に併合された。1810年アメリカ合衆国大統領 ジェームズ・マディソンが西フロリダをルイジアナの一部だと宣言し、ウィリアム・シー・シー・クレーボーンを派遣してその領土を接取した。クレーボーンはフロリダ軍部の境界線を設定した。この時、セント・タマニー軍を設立し、軍名はデラウェア族インディアンの州長タマネンドにちなんで名付けた。タマネンドはペンシルベニア州でウィリアム・ペンと友好関係を築いた人物であり、 その善良さで知られている。ルイジアナ州にはその州相閣以前に設立された、軍名の頭に、セントがつく軍が9つあるが、セントタマニー軍のみが、ローマカトリック教会から認知された聖人ではなかった。事実、タマネンドは、キリスト教徒であったという確証はなく、ましてカトリック教徒ではなかった。しかし、その死後、長い時間が経ったアメリカ独立戦争後の時代に、 アメリカの守護聖人として民間に数計されていた。1830年代初期、軍内には夏の避暑地であるコビントンと造船と製材所の町であるマディソンビルの二つの町しかなかった。コビントンの南からポンチャートレイン湖北岸まで東のミシシッピ州との宗教であるパール川までの地域はコビントン定地と呼ばれていた。この地域には現在のマンデビル、 アビタスプリングス、ラコーム、スライデル、パールリバーの町ができた。マンデビルは1834年に設立され、地域の多くの樹木から発されるオゾンが健康に良いと信じられ、地域の名前としてオゾンベルトが広まったので、ニューオーリンズの富裕層のための保養地として発展した。ポンチャートレイ,イン港を渡す、渡し船の定期便運航が始まり、その後まもなくもう一つの保養地として、 アビタスプリングスの街が作られた。1880年代に建設された鉄道がコビントンからアビタスプリングス、マンデビルを通ってニューオーリンズとつながれ、特にアビタスプリングスは地下水の潜水が健康欲に良いとされたので大きく成長した。セントタマニーニューオーリンズ鉄道、フェリー会社の往復切符、マンデビルからコビントンまで有効であることを示す。 パンチ穴がある。九百十五年十二月三十日ニューオーリンズとその郊外からセントタマニー組へ高速道路が完成し、軍はベッドタウンとして発展し始めた。軍東部にあるスライデル市の周辺では都市スプロール現象が初めて起こった。ポンチャートレイン湖、コーズウェイは九百五十六年に完成してメテリー郊外と軍西部を結んだがマンデビル、コビントン、 マディソンビルなどの街が成長を始めたのは1960年代後半になってからだった。1950年代の軍内は人口が少なくほとんど田園部だったが、2005年にハリケーンカトリーナが上陸した後は人口が20万人を超えてきた。2008年、シェブロンの地域本社がニューオーリンズ中心街からコビントン郊外のオフィスパークに移転してくると、 ベッドタウンとして通勤者の多かった軍内がより多様化し独立した経済を持つ軍に変化してきた。2005年にハリケーンカトリーナが軍内東部を通過した。8月29日午前9時45分頃に台風の目がカテゴリー3の勢力を保ったまま軍の真上を通過した。スライデル、アベリエステーツ、レイクショアエステーツ、オークハーバー、イーデンアイルズ、ノースショアの街が 内陸6マイルに及んだ高潮で浸水した。この高潮は、ラコーム、マンデビル、マディソンビルなど全長57マイルの海岸線すべてに被害を与えた。リゴレット海峡での高潮は波動抜きで16フィートに達し、マディソンビルでも7フィートあった。台風の目から西寄りの風が吹き、リゴレット海峡がボトルネックになったので、群島部では2度目の高潮が襲った。 週間高速道路10号線、スインスパンのスライデルからニューオーリンズ東の間の区間が破壊され、水に浸かった。ポンチャートレイン湖、コーズウェイとポンチャートレーン湖の南北をつなぐ11号線橋は、緊急車両のみに開放された。アメリカ国道190号線の南、ラコームから宗教まで、最初の調査と救出活動が行われた。 消防第一,一区とセントタマニー軍保安官事務所が住民3000人以上を避難させ危険性の高かった約300人を救出したこの救出活動で無線による会話が行われたが電話の緊急通報機能は10日間働かなかった公益事業サービスはどこも使えなかった非常用発電機は病院と特定の避難所でのみ使えた病院は 発電機の能力いっぱいに動かした。ハリケーンの風で樹木や電信柱が群域全体で倒され、交通が麻痺した。瓦礫の処理は2007年までかかり、660万立方ヤード以上の瓦礫が集められた。水路の瓦礫処理は少なくとも2009年まで続けられた。ハリケーンカトリーナによる洪水、強風で48,792件の家屋が損傷を受けた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1124平方マイルであり、このうち陸地850平方マイル、水域は279平方マイルで、水域率は24.79%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。近年のセントタマニー軍は共和党を強く支持し続けており、2008年も 例外ではなかった。2008年の大統領選挙で共和党のジョン・マケインは相当票数の76%、83,078票を獲得し、対する民主党のバラク・オバマは23%、24,596票だった。同年のアメリカ合衆国上院議員選挙では民主党現職のメアリー・ランドルーが勝利したが、セント・タマニー軍では勝てなかった。 対抗馬の共和党、ジョン・ニーリー・ケネディが61%、65,150票を獲得し、ランドルーは36%、39,429票に終わった。2004年の大統領選挙では、共和党のジョージ・ W ・ブッシュが75%、75,139票を獲得し、対する民主党のジョン・ケリーは24%、 24,662票だった。2008年のマケインが2004年のブッシュよりも高い、支持率を集めたのは、共和党支持者の多いセントバーナード軍住民が、ハリケーンカトリーナ後に多く移転してきたからと推定されている。セントタマニー群図、アルトンなど、未編入の町は30を数える。セントタマニーホール、サウスイースタンルイジアナ大学主玄関に行くには、 この建物を通るセントタマニー群教育委員会が地元の公立学校を運営している。軍内にはサウスイースタンルイジアナ大学キャンパスにはセントタマニーホールがある。ありがとうございます。